どうもベネレスパース変えていきたいと思います。ハイハンズは先人谷高校でセンターバック作っていきたいと思います。敵の方は強化、加藤寺、海で、リヒター、ゴーダ、テツサ、この6人でいこうかなと思っております。前4後にでね、イベント走るかどうかわかりませんが、ちょっと読んでいきたいと思っております。はい、そして、アイテムの方はバードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、とりあえず、まあ、オフェンスから踏んでいきます。まずは評価、しっかりと上げていきましょう。で、正直な話ね、前4後に、このデッキは、ほぼ走らない。8割、9割走らないので、ちょっと賭けになっております。まあ動画になってるってことは、まあ走り切ったのかなと思ってくれたらいいのかなと思ってます。はい。でやっぱりね、最大値 XS2 を出そうと思えば、このデッキしかないのかなと、今んとここのデッキが最大値だと思ってる。まあ A4 後2が最大値とかちょっときついんですけどね、ちょっときついけどやっていかないとやっぱ更新はできていけな いかないと思っておりますので、まあしっかりと更新狙っていきたいと思っております。まあもう一人ぐらいね、ディフェンスの、後イベで強いね、ものが来てくれればいい。まあディフェンスと言わないけど、ディフェンス型の、まあ金徳を2金徳でくれたり、やる気持ちであったりっていうのが来てくれたら嬉しいかな。やはりちょっと前イベに偏っちゃってるんですよね。リヒター、テツタ。まあその辺がね、もう前イベだし、カイ君は絶対抜けないし、で、技術稼ごうと思えばやっぱ強化ちゃんしかいないんですよね。そうなると、まあ、キーチでもいいんですけど、キーチ入れちゃうと、どうしてもね、フィジカルモンスターが被ってしまって、ここ金とか3つになってしまうんですね。それが厳しい。なので、まあ、とりあえず、そうだね。まあ、問題はその辺かなと思います。はい。で、カイ君進んでいきますねと。で、ここで、どうしようかな。お、テクニックいいじゃん。集まってる。ナイス。いいよ。で、まあ、後2のきついところ。まあ、前入れが走り切らないというのもあるんですが、まあ、それ以上にね、後入れが失敗しちゃうんですよ。しかも、この後入れって、まあ、カット時、ゴーダ。まあ、この辺はね、しっかりとね、評価上げないとダメな2人なんですよ。特に、ゴーダくん。ゴーダくんは本当に成功率低いんで、まあ、しっかりと上げていきたい。で、カット時は、まあ、メンタル上げてれば、スタミナ上げてればなんとかなると思うんで、まあ、しっかりと成功することがいいと思います。そして、まあ、ちょっと早めに、ガッツストリーム起こすことができましたねと。まあ、タックはまだ来ないんだろうな。じゃあ、これは、リヒターの評価さっさと上げてね。イベントも走ってほしいし、タック来てほしいですね。よろしくお願いします。で、ゴーダ君の1回目がもう走り出した。これなんだよな。早いんだよな、後イベがすごい早い。そうなると、ちょっときついんだよな。で、ディフェンス、リヒターの評価これで上がったかな。これ多分上がったと思います。さあ、テツタ、リヒター。で、ゴーダくんとかもついてきてくれたら嬉しいな。まあ、ゴーダより、まあ、そうだな。ゴーダより、まあ、カット時の方がいいかなとは思いますが。はい、ディフェンス、テツタくん一人。まあ、とりあえずこれはテツタでいいかな。しっかりと敏捷を確保しておきましょう。まあ、ゴーダくんがね、いて、ディフェンス3人ということで、まあ、敏捷稼ぎやすいでしょうって思う人もいるかもしれませんが、ゴーダはね、やる規模がないんですよ。やる規模がないので、やはり、もう、いてもいなくてもほとんど変わんないですよね。しかも自分のゴーダは特有練習頻度2ないんで、まあ、特にタック来ないということなので、まあ、しっかりと筋力、敏捷、精神稼いでいこうかなと思います。まあ、筋力はね、いつもね、ディフェンスタックハマってしまうと余ってくる感じはしますので、まあ大丈夫です。どちらかといえば、敏捷、精神、しっかりと稼いでいきましょう。そしてタックは来てくれませんでしたね。じゃあ、ここから2ターン連続タック来ないとちょっと厳しいので、2ターン連続タック来るようにしてください。で、強化進んでいきます。おっと、タック来ない。じゃあ、どっかで燃やしていかないといけないですね。どっかで燃やしていかないといけない。これは、樋口だ。いやー、樋口だな。監督とスカウトいるからね、やぶさかにも。はい。で、樋口燃えました。ナイス。オッケー。これはでかい。これはありがたい。これはすごいありがたい。で、カット時が残り1回になってきた。早えなぁ。ちょっとマジで早いわ。で、体力もねえからね。まあでも一回休めるからね。まあ大丈夫っちゃ大丈夫かな。で、メンタル。で、カイ君行きますが、ちょっと体力の回復の前にちょっと能力だけ買っておきます。まあしっかりとディフェンス、スタミナ上げときたいと思っております。はい、とりあえずディフェンス上げてきまーす。いよいよ上げていきましょう。で、ディフェンス上げきって、で、スタミナ上げてって感じかな。はい。まあ、とりあえずこんな感じで行きましょうか。はい。ではメンタル行きます。行きましょう。
で、ここであと4つか。あと4つ。いけるね。一回休めるし余裕だね。はい。じゃあ、とりあえずフィジカルで樋口くん体力回復させようか。はい、ナイス。オッケー。今日樋口しっかりできてくれてますね。助かります。はい。ここで燃えちゃった。ここで燃えちゃった。ここで燃えちゃう。で、ディフェンス、うん。まあ、これカットで来なくても、あ、でも来てもいいな。うん。体力ないし、ここはもう、2ターンも早いけど、ちょっと進めときます。いいよ。いいよ、いいよ。まあ、でかいタック、来て。で、この残り2ターン、終わった後の2ターンででかいタック来てしまったら、ちょっと負けたって感じになりますけど。さあ、でかいタック、行きましょうか。はい、カイ君。で、ここはタックなし。ここはタックなしか。あー、フィジカルも悪くはないんだが、まあでもね、うん、臨床稼いでおきたいよね、やっぱり。うん。筋力は、ディフェンス余ると いらなくなるんで、とりあえず臨床稼いでいきましょう。で、ここでディフェンス、おまあまあ悪くないね、悪くない。いいタック来ております。まあ、序盤にしては悪くないかな。まあ、搬送ね、やっぱガッツ勢。まあ、ボブキャラのガッツ勢が増えないとちょっと厳しい部分もありますので、まあまあまあ、いいでしょう。これぐらいのタック来てくれるなら全然いいよ。うん。悪くない。まあ、あとは筋力。うん、タック。うん、頑張ろう。まあ、筋力精神すごい稼げますね。カットージと、まあ、リヒターがいるんでね。はい。で、守備職人ゲット。はい、でもって、でもって、ここで、ディフェンス、うん、うん、うん。まあ、ディフェンス行っておきましょうか。ディフェンス行っておきますね。とりあえずちょっと能力してね。はい、ではディフェンス行きまーす。行きましょう。うん、次はタックよ。まあ、テクニックタックとかでも結構嬉しいかも。で、ここでチェイサーまでくれよ。チェイサーまでくれ。ナイス、チェイサーくれました。オッケーですね。チェイサーくれました。相手強化が進んでいく。もっと前部バンバン進めよう。バンバン前部を進めてもらうと思う。はい、そして、まあ、スタミナ振っといてって感じですね。はい、とりあえずこれでいきましょう。で、フィジカルか。ちょっとちゃうな。これは、まあ、フィジカル行くか。一応、筋力、精神稼いでおきたいんで、まあ、ガッツでもいるしね。ガッツでできるキャラもいるしね。はい、OK。で、強化ちゃんで、ね、回復のコツもらえたのが結構でかいかもしれない。はい。はい、そしてキャプテン C。で、テツタ。あ、ナイスタイミングだね。うん、終わって成功するよね。はい、OK。成功してくれました。ナイスです。で、メンタルタッカー来てくれたら、これは踏んでいく。で、パワーは取っていこうかね、と。うん。もう筋力は、今んとこいいかな。はい。ヤマト魂。ヤマト魂が結構でかいんです。あ、で、メンタルね。オッケー。メンタルで、カイ君、テツタ君、どっちくれ、テツタがいいな。オッケー。あ、ポイントか。まあまあ、いいでしょう。で、強化ちゃん、いいよ。強化残り1、あ、残り2回か。で、ここで1回休んでいこっか。ここで1回休むのはありだと思う。で、回復コツ取っておきます。寝と前に、ここは、うん、怪我直してきます。爆弾取ってきます。はい。爆弾取っていきましょう。はい、OK です。で、セクニ終了。で、まあ、ケケテはまあ、ぼちぼち、7900。うん、まあ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 、いい感じ。9大点ぐらいかな。で、ここで気合を入れていきましょうかね。はい、気合入れてやっていきましょう。はい、そして残り2つ燃やせばいいだけですね。ここで燃やしてもしょうがないけど、まあ、とりあえずカットで。来ないか。来ないか。はい、テツタ、行っときますね。これはイベント切っときましょう。イベント切りまーす。もちろんイベント切りまーす。まあ、しょうがないよね。はい。で、ここでオフェンス行こう。で、ゴーダくん。で、持って、ディフェンスかな？しくった。これちょっとしくったわ。あ、ミスった。次燃え、いやー、どうしよう。まあ、いっか。ドリンクな使いたくねえから。あー、しくった。これはしくりましたね。メンタル。あ、樋口ワンチャン。来ない。リカバリー来ないか。まあ、しょうがない。しょうがない。まあ、どうせタックなかったらしょうがない。いいよ。タックなかったですね。はい、ではガッツストリーム。ガッツストーブだ。うん、巻き返す。今のミスを取り返させてくれ。はい、では行きましょう。まあ、まずはディフェンスね。でかいの来てほしい。で、ゴーダくんが終わっていく。残り1回か。残り1回ですね。まあ、これぐらいに終わってくれるならまだ成功の確率はあるよね。で、リヒター残り2回。リヒターはさっさと終わってほしい。で、ディフェンス、メンタル。まあ、これは、精神ですね。精神回復制限に行きましょう。で、ダイナモもらいに行きましょう。うん。ダイナモもらいに行きましょう。はい。OK でーす。はい、メンタル。いいですね。
はい、で次からはディフェンス連チャンでいいよ。ディフェンスとりあえずここで110とかいけると最高なんだけどね。うん、セク3で110いけると嬉しい。でなおかつスピードまで100いけるといい。で合田くん成功しましたね。 OK、 大号令までもらいました。これは結構いいかもしんねえ。うん、あと強化回だもんな、2金取ってね。あとはまあリヒターか。リヒターはね、正直ジェントルマンだから、まあ、まあどっちでもいいかなと思うけど、うん、まあ成功してくれた方がいいけど。はい、とりあえずスピードも振っていきまーす。はい、まあとりあえずこんな感じでいいでしょう。で、ここで、お民衆稼げんじゃん。これはスピードいきましょうか。で、ここで民衆稼げたらスピードも振れるよね。はい、いいでしょう。おわっと、微妙だな。技術稼げ、あ、オフェンスいきましょう、これは。これはオフェンスいきます。ディフェンススピード振っときますね。まあまあまあ、敏捷結構稼げてる感じはする。うん、いい感じに稼げてる。もっと稼いでいこう。もっと稼いでいこう。はい、ではオフェンスいきまーす。はい、で、残り一ターンあるからね。こっから残り一ターンあるからね。ここで来たら勝ち。あー、来なかったか。残念。あ、でも敏捷結構稼げますね。これはありだな。いっとくか、スピードね。うん、とりあえずスピード。うん、いい感じだと思う。で、ここで短縮を起こせれば、なんとかいける。なんとかいける。はい。で、ここで、ディフェンス踏んでいきましょうか。とりあえずディフェンス踏まないといけないよね。で、ディフェンス110にできた。うん。悪くない。技術は稼げ、いや、民衆は稼げてる。残りは技術だな。いや、でも、芝刈り取らないといけないから、ちょっと芝刈り早めに乾燥して民衆欲しいよ。相手さ。で、次メンタルいきます。次は絶対メンタルだ。メンタルいかないといけないです。まあ体力の温存的にはメンタル正解で、ここで1個燃えていって、ここで短縮か、次のターンで短縮、どちらか踏んでいかないと。はい、樋口。さあ、これ樋口。はい、ナイス、リカバリー完了で、これで次のターン燃やして終わりですね。じゃあ、あと金徳強化回で、あとリヒタが終わってねえな、終わってねえな、終わってねえな。テクニックいきましょう。はい、ガッツストーム燃えていきまーす。さあ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 、タックはテクニックかフィジカルね。ここ京香ちゃん終わらせていこう。成功するよね。おいー、失敗した。起死回生失敗してしまいました。ちょっとそれつらいなー。で、精神稼げるなー。精神稼いでいきましょうか。これはね、ダイナモ取って精神稼ぎに行きましょう。はい、まあしっかりと精神稼いで、これでもう精神は足りるはずで、技術も結構稼げてる。 OK。 で、こっからスピードかディフェンス。お、リヒターは残り1回ですね。いいよ、リヒター残り1回。カイ君があと2回、3回、2回か。それぐらいなんか終わりそうな感じもするな。で、ここで技術。ナイス。燃えに行きましょう。じゃあ最後は、あれだな、フィジカルモンスターが欲しいってことね。了解した。了解しました。フィジカルモンスターしっかりと来るようにしてください。はい、そして、うん、技術は結構これで稼げてきてるけど、問題はその他が稼ぎきるか、ディフェンスの観測来てほしい、とりあえず。で、リヒターの福井部終了。ディフェンス。にゃー、技術、まあ、嬉しいけどさ、ちょっと振るとこねえんだよな。どうすっかなんだよな。技術、振り切りたいよね。うん、まあテクニック踏むことによって民衆も稼げるんでね、これが結構でかいんですよね。うん、でこのデッキは技術が一番稼ぎづらいと思ってるので、今のうちに稼げるときに稼いでおきたい、うん、なのでこれはテクニックいきます。はい、テクニックで残り1ターン、次はディフェンス来ようで、筋力精神ももらっておきたい。ちょっと筋力がね、ちょっと触れてないで、芝刈りゲットで、ここは失敗ですね。ジェントルマンは失敗です。あとカイ君のみですね。終わりそうだな。はい、ディフェンス。うわー、しょぼい。もう、ちょっと稼がしてほしかったなー、哲也くんね。はい、そして、まあ、触れるところは振っていきましょうか。うん、投資はもう取ったく。意外と精神まだ足らないか。意外と精神まだ足らないんだな。
まあオフェンスも振りたいからね。それはあるか。はい、ではディフェンスいきまーす。いきましょう。はい、ど根性で、ここで、回復させてディフェンスいきましょう。これでもうガッツストームは終わるね。問題なく終わります。で、テック。はい、悪くない。で、次、メンタル。あ、スピードいくか。うん、ポタルしね。はい、スピード。はい、そして、これは、まあ、どっちでもいいな。スピードだから、これ一緒に特訓でピンションもらっておきましょう。はい、では、サクッとピンちゃん、行ってしまいます。行きまーす。の前にちょっと能力振ってもらいますね。あー、敏捷なしばかりな。まあ取っとくね。とりあえず取っとくね。技術もうちょっと振りたいねって感じだね。はい、では行きます。はい、 2-0 OK です。終わりました。さあ最後のガッツストーム。フィジカル1回にディフェンス2回に、まあテクニック1回ぐらいで踏めると一番ベストだと思ってます。まあ、全部完走は無理だけど。はい、オッケー。はい、で、カイ君、残り1回か。終わるか終わるか終わるか。残り1回きついぞ。終わってくれるか。終わってくれて、まだ経験点がハマるなら、XS のチャレンジはあると思ってる。うん、あると思ってる。で、カイ君。はい、オッケー。終わりました。で、カバマスもらっておきます。はい、オッケー。まあ、経験点がハマれば、まだ XS は狙えるのかなという感じですね。まあ、敏捷は稼げてんだけどね。敏捷は稼げてんだけども、タックが良かったな。精神もまだちょっと欲しいからね、いろいろね。人徳も足らないといけないんだよな。すごくきついんだよな。はい、ではスピードいきまーす。いきましょう。で、フィジカルは1回は来てくれないと困るな。フィジカルしっかりと来てください。フィジカルモンスターいただきたいです。テクニック、うわーマジか。まあでもこれは取らないといけないね。で、マエストロ取っていきましょう。敏捷を回収できてる。で、これで芝刈りは取れそうなんだ。芝刈りは取れそうですが、ちょっと精神が当たらない気もするんだけど、まあオフェンス上げておきますか。で、触れるものを振っておきます。はい、いや、ディフェンスのカンストマジで欲しいな。あとフィジカルとディフェンスのカンストを1回ずつ決めれば最高なんだけどな。はい、で、フィジカル、にゃーこれフィジカルも行きたいの。ちょっと筋力足んねえんだわな。次フィジカルタック来るかも。別にかなり低いんでこれいっておきます。もういいよ。もう筋力足らないっていうほど言うよりかまだマシや。まあ、次フィジカル、今のディフェンスでね、次フィジカルっていうのはベストですけど、まあいいよ。なんかどうせ来ない感じがしたから。はい。では、これでいきたいと思います。まあ大号令とかね。はい、いきます。はい、1-0OK。じゃあ最後でかいタックいきましょう。まあどうせフィジカル来ないんだろうけどね。はい、ディフェンス。まあ、これはもうディフェンスいったら終わりですね。いやー、これな、フィジカルな、きついんだよな、こういう時ね、頻度ないからね、狙い撃ちができない。それはちょっと厳しい。まあ、とりあえず、ディフェンス踏んでいきましょう。はい、してまーす。はい、で、サクッとミンちゃんいきますね、と。で、オフェンスも振りたいけどな、振りたいけど、まずはこの辺だな。そうなんだよ。精神が足んねえんだよ、意外と。途中まではね、精神余ると思ったんだけどな。余るというか。はい、では、まあ、シュートだけ届こう。はい、では行きまーす。はい、終わり。3-0で取れました。で、この後ね、キャプツバコラボもしっかりとこなしておきましょう。なんかとこう。まあ、これはね、まあ、問題なく経験点オール10くれるっていうイベントだと思っております。まあ、行けますね。こういうイベントあった方が絶対キャラは強くなるんですよね、少しですが。はい、3-0終わりました。無事終わっております。さあ、経験点いくらぐらいいったかな、合計。まあもうちょっとね、筋力に、まあ敏捷精神欲しかったんですけども、まあ2万7000ぐらいはいったかな。まあでもやる規模なのキャラがね、1人足らないので、
まあ仕方ないっちゃ仕方ないんでね、郷田くんがやる気分はないからね、それはちょっと仕方ない。はい、27,436 振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ金徳的にはね、強化失敗の広告金徳1個逃してる。で、経験点がもっともっと3000点5000点増えてれば XS も狙えたのかなという形でございます。まあ5台入り一応走り切りました。前日を走り切ったんですけども、やっぱ経験点がちょっと厳しいね。また、今度挑戦していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。